俺たちのジャパンへようこそ。日本のすごい技術といえば真っ先に新幹線を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。確かに安全性とスピードを両立させた新幹線は日本独自の素晴らしいシステムです。しかし実は他にも海外から高い評価を受けている乗り物があります。それはモノレールです。滑らかな動きで分岐が切り替わり、複雑な軌道でもスイスイ進んでいくその姿には近未来的だ、すごすぎると驚きの声が多数寄せられていました。今回は世界中から注目される日本のモノレールについて紹介していきます。そもそもモノレールと電車の違いをなんとなくで理解している人も多いのではないでしょうか。そこでモノレールの凄さを解説する前に、モノレールとは何か簡単に説明させてください。まず電車は2本のレールの上を鉄製の車輪で走ります。そして屋根にはパンタグラフという装置がついており、電線から電力を集めて動力としている乗り物です。一方モノレールは1本のレールの上をゴム製のタイヤで走ります。レールの本数が違うというのは有名ですが、実はタイヤも違うんですよ。電力はレールの横にある電線からモーターに流れ動いています。そしてこのモノレールという乗り物自体が世界的に見てかなり珍しい乗り物だというのを皆さんはご存知でしたか？世界中を見てもモノレールを持つ国は数える程度しかありません。日本にも全国10カ所しかないのですが、それでも相対的に見れば多く、日本はモノレール大国と言われています。中でも海外のネット掲示板で大きな話題になったのが大阪のモノレールです。大阪モノレールは豊中市の大阪空港駅から門真市の門真市駅を結ぶ路線で、大阪国際空港、伊丹空港などへのアクセスに利用されています。営業距離が日本最長のモノレールで、2011年までは世界最長でした。話題になった動画は万博記念公園駅にある分岐器の切り替えの様子を映したもので、複雑な軌道が正確に転轍されていく様子が紹介されています。なんとこの動画、翻訳元では3日で再生数が2600万回を突破する大反響でした。確かにぬるりとレールが切り替わる様子は癖になります。日本国内のモノレールでは支線を持つのは大阪モノレールのみ。そのためこのような分岐器が作り出す複雑な線形を見られるのはこの万博記念公園駅だけなんだそうです。もし行く機会があればぜひチェックしてみてくださいね。他にも海外で人気なのが千葉都市モノレールです。実はモノレールにはレールにまたがる小座式とレールからぶら下がって走る懸垂式の2種類があります。分岐器の凄さで話題になった大阪モノレールは小座式ですが、こちらの千葉都市モノレールは懸垂式。まるで宙を浮いているかのように走る姿がSF のようだと絶賛されています。モノレール自体の数が少ない中、懸垂式の数はさらに少なめです。地元の人々にとっては見慣れた風景かもしれませんが、まさに激レアの乗り物だと言えるでしょう。ちなみにこの千葉都市モノレールは総営業距離 15.2km で、世界最長の懸垂式モノレールとしてギネス記録にも登録されているんです。他にも日本には魅力的なモノレールが存在します。
全国各地のモノレールを見ていきましょう。まずは東京モノレール羽田空港線。これは羽田空港、東京国際空港とビジネス街の浜松町を結ぶ路線です。開業は1964年で、同年の東京オリンピック開催に合わせて建設されました。空港へのアクセス路線ということで、旅行客向けの設備が備わっているのが特徴です。最新車両1万系にはスーツケース置き場や4カ国語での案内表示などがあります。またゲームやアニメで大人気のポケットモンスターのラッピング車両が走ったことでも有名です。次に紹介する上野動物園モノレールは、園内の西園駅と東園駅を結んでいます。動物園内の移動用ですが、実は鉄道事業法に基づくちゃんとした乗り物なんですよ。しかも開業は1957年で、日本で初めて常設されたモノレールなんです。モノレール方式は懸垂式で、世界初のモノレールで採用された断言式を改良した上野式が採用されています。軌道橋の上にある溝をゴムタイヤで走行しているのが大きな特徴です。外装内装どちらも賑やかで、動物園に来たというのが実感できます。ただ残念ながら上野動物園モノレールは老朽化のため、2019年11月から運行休止中、再開も未定となっています。過去に乗れた人はラッキーだと言えるでしょう。多摩都市モノレール線は、東京都東大和市の上北台駅から多摩市の多摩センター駅を結ぶ路線です。多摩地域の南北交通を担う路線として1998年に開業しました。モノレール方式としては日本独自の小座式を採用しており、これは車内の床面をフラットにできるのが特徴です。最大定員415人という大きな輸送力が魅力で、付近の住民の生活を強く支えてきました。さて、千葉県にあるモノレールといえば、千葉都市モノレール以外にもディズニーリゾートラインがあります。東京ディズニーリゾートの敷地内にある4つの駅を結ぶ1周 5km の環状路線です。アトラクション気分で乗りがちですが、鉄道事業法に基づいたれっきとした公共の交通機関なんですよ。自動運転なので運転士はいないものの、ガイドキャスト、車掌が乗車してドアの開け閉めや安全確認を行っています。ディズニーリゾートラインを見ると、これからディズニーランドに行くぞというワクワク感を思い出す人も多いはず。内装もディズニー要素が盛りだくさんで、移動中も楽しめます。さらにフリー切符のデザインが定期的に変わったり、駅ごとに異なるデザインのスーベニアメダルを作れたりするなど、乗る以外にも様々な楽しみ方がある路線です。さらに紹介するのは湘南モノレール江ノ島線。これは神奈川県鎌倉市の大船駅と藤沢市の湘南江ノ島駅を結ぶ総距離 6.6km の懸垂式モノレールです。運転速度が速い上にアップダウンやカーブも激しく、公共ジェットコースターと呼ばれることもあります。しかし一方、通勤通学で利用する人も多く、地元の人々にとってはこのジェットコースターモノレールが当たり前の存在のようですね。まだまだあります。次に紹介するのは広島短距離交通瀬野線です。
広島短距離交通瀬野線は広島市安芸区にある住宅団地スカイレールタウン緑坂への交通手段として開業しました。懸垂式の中でもロープ駆動懸垂式という世界唯一の方式を採用しているのが特徴です。ロープ駆動懸垂式は軌道上を循環しているロープを車両の悪作機がつかむことで前へ進みます。駅近辺ではロープを離してリニアモーターで加減速する仕組みです。風や急勾配に強いというメリットがあり、実際にこの路線はケーブルカーを除いた鉄道で日本一の急勾配になっています。住宅団地に向かう線なので地元民以外はなかなか使う機会がないものの、もしチャンスがあればぜひ乗ってみてくださいね。北九州モノレール小倉線は北九州高速鉄道が運営する小座式のモノレール路線です。北九州市の JR 小倉駅ビル内にある小倉駅と住宅街にある菊ヶ丘駅までを結んでいます。菊ヶ丘駅近くには車両基地があり、車両が基地を渦巻き状に周回しながら入場する様子を確認できるのが面白いポイントです。さらに敷地の中央が駅利用者向けの駐車場になっており、駅まで自家用車で来て公共交通機関に乗り換えるパーク&ライドがやりやすくなっています。そして最後に紹介するのが沖縄都市モノレールのゆいレールです。開業は2003年で、実は日本で一番新しいモノレール線なんですよ。また沖縄県内で唯一の鉄道路線でもあります。ゆいは琉球方言のゆいまーるから来ており、ゆいまーるとは沖縄の方言で助け合う、共同作業、一緒に頑張ろうなどを意味する言葉です。開業時は那覇空港駅と首里駅を結ぶのみでしたが、そこから石峰駅、京塚駅、浦添前田駅、手だこ浦西駅まで延伸し、さらに利便性がアップしました。さて、ここまで日本全国のモノレールを紹介してきましたが、すべてに乗ったことのある人はなかなかいないのではないでしょうか。このモノレールを利用したことがある、近所にあるなんて人は、よければコメントで思い出や感想をシェアしてください。ところでモノレールはこれほどまでに世界から注目を浴びているのに、鉄道ほど普及していないのはなぜでしょうか。逆に鉄道があるのになぜモノレールが誕生したのか疑問に感じる人もいるかもしれません。実はモノレールはバスと鉄道の間を埋める存在として誕生したんです。鉄道は登場してすぐの頃は輸送力やスピードで注目を浴びたものの、徐々にその人気は弱まっていきました。自動車という便利な存在も登場したからです。鉄道が生き残るためには自動車との差別化、つまり立体交差の線路を走る地下鉄や高架鉄道として高速輸送、大量輸送に特化する必要がありました。しかし地下鉄建設には莫大な費用がかかります。需要の少ない路線や中規模都市では採算が取れないという大きな課題がありました。そこで注目されたのがモノレールです。1950年代に入ってコンクリート製の鋼の上をゴムタイヤで走るアルベーグ式モノレールが開発されました。ゴムタイヤは
鉄輪ほど重いものを支えられず摩擦も大きいので、正直言ってエネルギー効率は良くありません。しかし急勾配でも走行でき、加減速も得意、騒音も少ないなど大きなメリットがいくつもありました。モノレールの高は通常の高架線よりも細く、それほど場所を取りません。そのため景観や日照への影響も小さく、建設も容易で、まさに当時の日本が求める乗り物でした。ただ残念ながら建設費は当初予想されていたほど安くはなかったのです。採算を取るためにはコストを抑えるのが重要ですよね。しかしモノレールは実用化されてから歴史が浅く、技術的に成熟していませんでした。また各社が特許を保有する規格が乱立したため、価格競争が起きにくかったのです。しかも結局その後、地下鉄は急勾配や急曲線に対応できるリニアモーター式でコストダウンを実現。さらにバスは公共車両優先システムの活用で、より効率的な運行が可能になりました。つまりバスと鉄道の中間的な存在であるモノレールの需要は以前に比べてなくなってしまったのです。そのため残念ながら既存路線の延伸を除けば、今後の新規開業はなかなか難しいのかもしれません。だからこそ現存するモノレールの維持に力を注いでほしいところですね。皆さんもぜひ気軽にモノレールに乗れる今のチャンスを逃さないでください。もしかしたら将来モノレールに乗ったというのは自慢できることになるかもしれません。モノレールはエンジニアリングの結晶といっても大げさじゃないね。このプロジェクトに関わった人すべてにグッジョブと伝えたい。こんなことができるのは日本人だけだよ。モノレールの分岐は何か一つでも間違えば大事故になるよな。管理が徹底している日本だからこそ可能なんだろう。日本のテクノロジーが実現した奇跡だね。自分の国を悪く言いたくないけど、このシステムを運用するのはまず無理だわ。間違いなく事故が多発することになる。モノレールの映像を見ていると、まるで地球ではない他の星の映像を見ているような気持ちになるよ。日本は鉄道ファンにとって天国のような国だね。モノレール、鉄道、地下鉄、新幹線など素晴らしいものが揃っているんだから。日本はモノレール大国ですが、現在も運行を続ける懸垂式モノレールの中で世界最古のものはドイツに存在します。ドイツ、ノルトラインベストファーレン州の州都デュッセルドルフの東に位置するブッパータール市にて、1901年に開業したブッパータール空中鉄道です。このモノレールは2021年3月1日に栄えある120周年記念日を迎えました。すでに1世紀以上走り続けているというのですから驚きですよね。ここまで長く運行できるのは安全走行やメンテナンスを徹底してきたからこそです。ちなみに数少ない懸垂式同士ということもあり、ブッパータール空中鉄道は神奈川県の湘南モノレールと姉妹懸垂式モノレール協定書を締結しています。大先輩と同様に日本のモノレールもぜひ100年後の未来まで残ってほしいですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。
またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。